きっていうのはたわんでカーブを描いていくんで、このまままっすぐ平行に前に出していくと、あの、カーブに沿わなくなっていく。カーブに沿わすためには、これ？回線、さっき言ってるように回線の動きなんですけど、これぐらいひねる。そうそうそう。あの時に腰はできるだけ前に出していくね。うん。極力この楽になるんだけど、足、股関節のひねりで90度。内足は直角行ね。内足は直角行して外足でブレーキコントロール。少し円を描くように前に出してくるといい。うん。ああ、そう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 。前足では乗っていかない、乗っていかない。乗り込んではいかない、乗り込んではいかない。うん。体重は後ろ足、前足だけ振る。そう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 。体重は後ろ足。オッケーオッケー。うん。軸足になるの後ろ足。軸足に体重を必ずかけてないといけない。ここにしっかり乗った上で外足を自由に動かしていく。それがテレマークの良さなんですね。うん。相手の人にはできない動き。テレマークだからできる動きっていうのを最大限使っていく。行き足もこういうふうに外旋させてると切れ込みすぎてビニョーって開くんですね。だからこういうガニ股が出やすい。なのでこっちのスキーの方が回転半径も内側で小さいし、最近のスキーはこのトップからめちゃめちゃ噛んでいくんで、同じ平行してるとこっちの板の方がビニョーって入ってくる。なのでちょっとこの角度から進入させたんです。こっから入れると開いちゃうから、このスピンターしてこっちに入れる。ちょっと入れてください。